立憲民主党の辻加奈子です。今回のこの厚生労働委員会閉会中審査ですけれども、8月25日以来の3週間ぶりの衆議院厚生労働委員会となります。前回も3週間空きました。3週間に一度、そしてわずか2時間の議論で本当にこのコロナ対策の議論ができると思っておられるのか、委員長、私非常に疑問に思っております。今も自宅療養者数は、先週の時点で全国10万3000人、重症者数は2000人弱、緊急事態宣言は19都道府県に出ていて、まん延防止等重点措置は8県にもかかわらず国会を開いて議論しないというのは一体どういうことなのかと。さらに私びっくりしたんですけど、菅総理が明かりははっきり見え始めているという、相変わらずの楽観的な発言をしておられ、麻生財務大臣も先ほどから議論あるように、収束は見えてきているという議論もありました。私たちに見えない明かりが菅総理や政府の人だけに見えるんでしょうか。本当に見えている明かりがどのようなものか国会で議論いただきたい、説明いただきたい。コロナに専念するために菅総理は次期総裁選挙立候補を断念されたのに、このまま国会で説明されないまま退任されるんでしょうか。さらに私たち憲法53条に基づく国会開会要求、これも無視続けられております。これ明確な憲法違反だと指摘をしておきたいと思います。しっかりと国会を開いていただく、これが今私たちのなすべきことだということをまず、しっかりと指摘をしておきたいと思います。今日私15分ですので、簡潔なちょっとご答弁で、お願いをしたいと思います。私今驚いているのは、こういう状態にもかかわらず政府から出てくるメッセージが、緊急事態宣言のある意味基準の緩和と取れるようなものであったり、制限の行動制限の緩和、こういったことがどんどん発信されているわけです。じゃあ今週末の3連休本当にどうなるんだろうか。この、メッセージは私本当に危ないと思っております。すぐにこの疾患を制圧してゼロにすることはできないので、当分このウイルスとはの戦いといいますかね、これは続けていく必要があると思ってます。すみません、尾身先生、当分というのは目処としては大体どれぐらいのイメージで。正確には神のみぞ知ることですけど、大体大まかなことを言うと、普通の人はインフルエンザのような感覚になるというのは いつかというと、インフルエンザの場合にはワクチンがあり、それから薬がどこにでもあるわけですよね。そうすると随分社会の不安感というのはなくなると思うんで、そういうふうになるのには来年とかすぐにはなるんです。しばらく2、3年プラス私はかかるんではないかと思います。私たちはその2、3年をどういうふうに乗り切るのか、やっていかなければいけないと思います。そして、その時にワクチン接種をどのような頻度で何回打っていくのかというのは、これも、議論 すべきことだと思います。17日に、審議会で議論されるということなんですが、これちょっと大きい話になるんですが、 WHO のテドロス事務局長は、とにかく3回目の追加接種、いわゆるブースター接種よりは、やっぱり控えてほしいと。少なくとも年末までは追加の接種を行わないようにして、まだ各国ですね、1回のワクチン接種終わってない、発展途上国たくさんありますから、こういう国を助けるべきだということをおっしゃっております。で結局ですね、3回目を先進国で打ったとしても全くワクチン打ってない国があれば、そこでさらなる変異株が生まれ、結局のところ収束が長引いてしまうという、部分最適が全体最適にならない、こういうこともあるかと思いますし、ランセットという、ランセットでも論文でもですね、3回目の接種が、必要だという信頼できるエビデンスはまだちょっと得られていないというようなことも出ているというふうに私は聞いています。この、尾身分科会会長ですね、3回目の接種ということをおっしゃっておられますけれども、そうであるならばいつ頃どのような優先順位でするべきかと。いろんな情報を分析しますと、やはり2回打った方よりも3回打った方がいいんじゃないかと、そういうことを示唆するデータもあるので、私の政府へのご提案は、今やるやらないかを3回目を決めるということじゃなくて、いろんなデータを分析してそういう準備あるいは検討を今からしとかないと、いざ決めたりも遅いのですから、検討だけは今からも始めていただきたいということであります。尾辻加奈子さん。尾身先生、その WHO のテドロス事務局長の言っておられることについて、尾身先生の見解はいかがでしょうか。尾身理事長。私は日本政府への提案は、私の提言という考えはですね、テドロス事務局長の言っていることは分かります。したがって私は、日本にはそのオールはナッシングじゃなくて、日本の3回目が必要であればやる、早く2回目を終えて、どうぞ。
にやっぱり国際社会の一員としてできるだけ、もうすでに日本は台湾にやってますよね。でそういうことも余裕があればそっちの国際的な重要な一員でありますから、そういう貢献も同時に考えていくということだと思います。松井、はい、このまあ3回目のことはですね、自国優先主義というところを、どのようにして考えるのか非常に議論が必要だと思います。審議会でもしっかり議論をいただきたいと思います。はい、そして、次にですね、この時期にこういう、制限、行動制限緩和の議論をすることは、いやもういいんだと、それもね11月という目処まで見えてしまったので、もう私たちゴール見えてるんだなというような形で、もうやっぱり人流もかなり増えております。こういったこと、やっぱり私今ちょっと早すぎるんじゃないかな。のご質問に対して私は比較的クリアな案外を持っております。社会の一般の人々がワクチンがしっかりみんな打てるとなったらどういう生活になるかという見通しを知りたいというのは多くの人の願いだったと思います。で我々、分科会もそうしたまあ期待があるし、国からの要請もあるし、我々自身もそれは必要だと思って先日出したわけですけど、そのことは言ってみれば目安という見通しを知りたいというのは多くの人のあれで、そういうことで出したことは私はそれはむしろ国としてはやるべきことだと思います。ただしそのことと今国家の緊急事態宣言で緩めるということは全く別の話で、多くの日本の方はしっかり説明すれば11月どういう生活になるから、それに向けて今頑張りましょうという話だ。あのでその2つのことを、まあ、ごっちゃにするないように、まあ、政府の発信あるいはマスコミの方、マスコミのことについては私は記者会見で随分お願いしたんで、かなりそういう明確なメッセージを出していただいてるんで、これからも見通しを持つということと今しっかりやるべきことというのははっきり分ける、そのことは多くの日本の国民の人は理解してくれると私は思ってます。はい、ありがとうございます。今シンガポールはですね、報道によると、まあ、ワクチン接種率8割になったんですけれども、やはり制限緩和、行動制限の緩和すると感染者が今やっぱ急増し始めている、まあ、こういう現状もありますから、緩和の基準をどこにするのかというのはこれ非常に議論しなければいけないと思います。分科会でもですね、やはり国民的な議論をしてほしいということを先生おっしゃっておられると思います。でこれがじゃあ政治の側がどう受け止めるかなんですけれども、実はまあ11月頃皆さんがそのワクチンを打っていればそういう見通しが立つかもしれないという中で、しかし国会でこれを議論する状況、時間があるのかと言いますと、これから自民党総裁選です。そしてその後国会が開かれたとしても、まあ総選挙、衆議院総選挙がありますから、今報道だとどうも総選挙は11月ではないかというようなことも聞こえてきます。この11月までに国民的議論をする場がこの国会にないんじゃないかと。まず今日ここでこうやってやっておりますので、閉会中であっても閉会中審査という形でですね、国会でいろんな議論をさせていただいております。それからその総選挙に関してはですね、これも任期満了なので、いずれにしても憲法の制約上やらないってわけにはいかないので、これは感染をどうやって防ぎながら選挙をやるかという非常に大きな課題はあると思います。しかし憲法の制約上やるということになろうというふうに思います。その上で国民的議論という話でございますので、それは国会でやれる部分もありましょうけれども、それ以外にですね、いろんな形で国民の皆様方のいろんなご意見をいただける場というものは作れると思いますので、そういう場においていろんなご意見をいただくということになろうというふうに思います。尾辻かな子さん、はい、衆議院総選挙ありますけど参議院ありますので、そっちで議論をいただくとか、いろいろちょっと考えていただきたいと思います。ワクチン検査パッケージの先ほどからあるようないわゆる PCR 検査とかですね、抗原検査によって検査結果証明書を取得するということですが、まあ、これがですね、今のところ、まあ、公費負担はしない方向だということを、まあ、内閣官房の文書の中でもあります。でこれは専門家の話を聞くというふうに先ほど、内閣官房から答弁がありました。専門家としてですね、このワクチン検査パッケージの検査証明書は全く本当に自費でいいのか、私はこれ不公平感があると思うんですけれども、ここに来てですね、ワクチン検査パッケージということをやるのは私は2つの目的があると思います。1つは個人あるいは会社の経済活動を少しずつという意味の、まあ、民間の話ですね、基本的にと同時に、実はこれは例えば、まあ、ある沖縄とか北海道 に行く人に、まあ、検査をして感染を防ぐという意味では、これ感染対策防止という側面も今回出てきたわけですね。そういう意味ではこれは私の個人的な考えですけど、そういう2つの側面があるので、民間の、まあ、
自費という部分もあるけれども法的な側面があるので一定程度税金を使うということも考えられるんじゃないかと私は思う。尾辻かな子さん、はい。凪良内閣審議官今日来ていただいております。今の、尾身会長の意見しっかりと聞いていただいて、これは与党側からも出ていますし、知事会からも出てきております。しっかりとこの制度をですね、公費補助を出すような方向で検討いただきたいということを、求めておきます。次の質問に行きます。空港検疫のことを最後、お聞きしたいと思います。日本は島国ですから水際対策をしっかりすれば変異株の流入というのは、防ぐことが、全部は防げないかもしれませんけれども、かなり有効だというふうに私は考えておりまして、ここ非常に重要でこの1年半やってきたと思います。だ結果としてデルタ株も流入をしております。で、やはりですね、この抗原定量検査でもって、空港検疫をやるということ、これが私やっぱり課題じゃないかなと思います。もうちょっと時間になってますから数だけ教えていただきたいんですが、今どれぐらいの抗原定量検査しているのか、そしてその中で PCR 検査数どれぐらいやってるのか、数値お答えください。武井生活衛生食品安全審議官、申し合わせの時間来ておりますので簡潔にお願いします。お答え申し上げます。現在検疫においてはすべての入国者に対し原則として唾液を用いた抗原定量検査を実施しているところ、2021年8月の空港検疫における検査実施人数は92,011人です。合わせまして、PCR の方ですけれども、同じく2021年8月空港検疫において、追加で PCR 検査を行っておりますけれども、その件数が約650件でございます。尾辻かな子さん、これちょっと人と件数で合ってないんですけど、9万人の方が受けて PCR までいったら600件なんですね。ということは抗原定量検査というのも陽性者一律 75% ということは4分の1の人を逃しているということで、これやっぱりですね、4人に1人が私漏れてしまっているんじゃないかというふうに考えております。しっかりとやはり空港検疫 PCR 検査した方がいいんではないかということを申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。